ジェイクの前にコード EL の最高傑作剣が立ちはだかる。ジェイク、お前は俺を困らせてくれるのか。困りたきゃ給料全部くれよ。腹減って困れるじゃん。一流アサシン同士最悪の死闘が始まる。俺の名前は瓜生辰臣。どんだけ湧いて出てくんだよてめえら。何人いようが結末は変わらない。全員地獄行きだ。無数の殺し屋たちと戦っている元殺し屋のメロンパン職人だ。激化の一途をたどる殺し屋組織コード EL の内部戦争。オリハは全人殺しを認めん。組織が攻めてくるなら迎え撃つ。理想主義の毛利とそれに組みする者は全て殺せ。銀田率いる組織本体と毛利藩が真正面から激突しているんだ。その中で関節破壊魔金峰と四分のイシャドウがぶつかった。病み上がりの金峰、動きが鈍いね。苦戦を強いられた金峰だったが、僕ちゃんも混ぜてよ。そこにジェイクが駆けつける。そしてジェイクはダイナマイトを使った攻撃により自分の粉で死ぬ。下道らしくていいじゃん。四分のイシャドウを撃破。その後金峰たちを逃がしたジェイクだったが、あいつはそこに現れたのは、裏切る者はここで死んでもらう。剣忍。ジェイクを前に剣がナイフを抜く。さあ期待しているよジェイク。とっても器用だって聞いてるぜ。お前強いとか言われてっけど、俺らと一回もやったことないじゃん。それに呼応するようにジェイクも懐に手を入れる。次の瞬間、ジェイクはダイナマイトを取り出し、僕からのプレゼントだよ、遠慮なく受け取りな。ほう、ずいぶん手荒なプレゼントじゃないか。それを剣へと投げつける。そのダイナマイトは導火線がカットされており、すぐに爆発する。そんなおもちゃ俺には通用しない。しかし奴は車の陰に隠れ被爆を回避した。だが硝煙により剣の視界は瞬間的にゼロになる。なるほど、これが狙いか。正面からはない。右か左、どっちだ。次の瞬間ジェイクは、体勢悪いな君。おっと、気配を殺し奴の右側に回り込んでいた。次の刹那、ジェイクのナイフが袈裟に落ちる。聞いたばっかで悪いけど最短でグッバイ。面白いなジェイク。楽しい殺し合いになるのかな。その刃は奴の頬を切り裂いた。そのまま切り合いへなだれ込む。さあジェイク、俺に試練を与えてくれ。うっせえな、俺は試練が嫌いなんだよ。逆言ってんじゃねえ。剣のナイフはまるで裁断機のように異常な速度だ。いたよな、やめてくれよ。剣速と動体視力が半端ねえ。マジでバケモンだ。だがジェイクは理解していた。すごいなあ、こんなにナイフが速いやつ久々に見た。真正面からのナイフでは勝ち目がないことを。だがジェイクの引き出しは無限だ。僕ちゃんの新作早速使っちゃおっかな。空から降ってくるすげえやつだぜ。この窮地を跳ね返す策もやつは持っている。次の瞬間ジェイクがバックステップで距離を取る。知り合いは飽きたからもうやめだ。それと同時に銃を抜く。空と言ったのに銃口が下を向いた。なんだ、何を狙っている。実はジェイクがズボンのポケットから落としていた小石は偽装された小型の爆弾だった。それゆえ地面に落ちると普通の石と全く見分けがつかなくなる。直後ジェイクが地面に向けて発砲。じまいな剣。アサシンとして鍛え抜かれた剣の頭に、空ははったりだ。地面に何かある。危険アラームが鳴り響く。直後剣が後ろに跳ねる。吹き飛べよ。放たれた弾丸によりそれらが一斉に起爆する。剣はとっさに目をかばう。腹部と足に爆傷を負う。そして再び辺りに砂ぼこりが舞い上がる。また視界が切られたか。次はどっちから来る。剣はジェイクの手の中だった。巻き上がる硝煙を突っ切って、今度は正面だよ。ジェイクは正面から奴の懐に潜った。そして疾風のような銀線が走る。お前腹の中真っ黒だろ、見せてみろ。その横投げは致命とならずも、なるほど、剣の脇腹を捉える。そして流れるように、ナイフだけじゃないよ。ジェイクが左の拳を放つ。それを剣が右手でガード。しかし剣の腕に突き刺すような痛みが走る。そう、ジェイクは一瞬で暗器を握っていた。俺のパンチはガードすると穴が開くんだ。それが剣の腕を突き刺したのだ。暗器か。ジェイク、小賢しさだけは一流だ。すかさず剣は距離を取る。たくさん傷つけられたな。すごいじゃないか。まだちょっと撫でただけだろ。僕ちゃんにビビっちゃった。だけどそれも残念ながらここまでかもね。そう言って奴は氷のような視線をジェイクに刺した。直後、剣が見せたのは、行くぞジェイク、ここからが本番だ。爆発したかのような踏み込みだが、ジェイクはそれを笑い飛ばす。無用心に突っ込むんじゃねえよ。俺の策は無限だぜ。そして撒き散らしたのは医者道から奪い取っていた石灰。石灰は目に入れば失明の可能性がある。そんな子供騙しで俺が止められると思うか。しかしなんと奴は突進を緩めず片手で目を塞いだんだ。そして勢いそのままにナイフが突き出される。目をつぶっていても敵の位置はわかる。危ねえ、マジか。その刃はジェイクの腕をかすめた。剣は流れるように強烈な蹴りを繰り出す。小細工に頼りすぎなんだよジェイク。それはジェイクの胸部をもろに捉え後ろに弾き飛ばした。組織を裏切った時点でお前に生きる道など残されてはいない。ほざけよ。その状況でジェイクの銃口が足元に下がる。銃が下がった。さっきの動きだ。ジェイクは先ほど蹴り飛ばされた時に、死ぬのはてめえだよ、吹き飛べ、小石型爆弾を落としていたのだ。しかし剣は撃つ前にもう飛んでいた。この剣に二度も同じ手が通じると思うな。今度は完璧に回避したのだ。次の瞬間、ジェイクは再び石灰を撒き散らす。もう一回視界をなくそうか。撒いた瞬間移動すれば捕らえられない。しかし剣は宙を舞った石灰の下に、何、スライディングで滑り込んだ。そしてジェイクとの距離を一気に詰めた奴は、さあ切り合おうジェイク。あぶー、小細工はもういいだろう。下からナイフを切り上げる。そして再び激しい切り合いへともつれ込む。どうしたジェイク、次の手はないのか。うるせえ、ちょっと待っとけ。ジェイクは虚勢を張るも肉は削られ鮮血が舞う。くそったね、さっきよりもさらに早え。このまま切り合うのは得策じゃねえ。直後ジェイクは、お前みたいなバカと切り合ってられるかよ。バックステップで切り合いから離脱する。そして漆黒に染まった布を目の前に投げた。白い粉がダメなら黒い布ならどうだい。空中に広がったそれが剣の視界を塞ぐ。だが剣は一瞬にして、次から次へと、そろそろいい加減にしてくれ。その布を真一文字に切り裂いた。しかしその時すでに、何、ジェイクはその場から消えていた。じゃあな剣ちゃん、お先に失礼。ジェイクはまさに一瞬の隙にバイクに飛び乗っていたのだ。毛利のおっさん、金峰、カリン、コモケンはもう十分安全圏に逃げたはずだ。逃がす。そしてこの剣をここでやればうちの人間が殺される確率は格段に下がる。だから逃げるんじゃねえぜ。こいつを俺のフィールドに引きずり込む。直後ジェイクはフルスロットルで発進する。ついてこれるもんならついておいで。剣もすぐにバイクに乗り込み追走を試みる。逃げたところでお前の行き着く先は地獄のみだ。ガソリン代がもったいない、早く止まれ。追走しながら剣が弾丸を放つ。うわ、スリル満点だね。もっと楽しませてくれよ。ジェイクは細かく蛇行を繰り返し、その弾丸を皮一枚でかわす。そしてジェイクが目指していたのは、よっしゃー、ここに入ったらあれを使える。アジト付近にあったある空き地。その時剣が放った弾丸が、お遊びはここまで。おっと、ジェイクが乗るバイクのタイヤを捉えた。その瞬間ジェイクは起点を利かせ、バイク弁償しろよお前。バイクが崩れ落ちる前に自ら飛び降りて受け身を取った。もう鬼ごっこもおしまいだな。さあ終わりにしよう。その後剣もバイクを降りてジェイクに歩み寄る。俺と戦うやつはみんな逃げようとする。だから追いかけるのは慣れている。道理で僕ちゃん逃げるの得意なのに全然負けないわけだ。奴は戦いが始まった時からジェイクが逃走することを想定していたんだ。ジェイク、何かあるんだろう。さあ見せてみろ。俺を困らせてくれ。奴の目に宿るのは勝負を終わらせるという強い意志だが、この状況でもああ大いに困らせてやるよ。ジェイクの頬はわずかにつり上がっていた。次の瞬間、予想だにしないことが起きる。突如剣の足元が抜け落ち、なんだ、ジェイクの前から姿を消したんだ。そう、ジェイクはこの場所に落とし穴を仕掛けていたんだ。はっは、引っかかったな剣、僕ちゃん手作りの罠に。偶然通りかかったと思ったろ。その時点で不可避なんだよ。そう言うとジェイクがチャカを取り出す。剣はまさに袋のネズミ。なるほど、逃げたのではなくここにおびき寄せたかったのか。ジェイクは見事に剣をはめてみせた。ずいぶん深くまで掘ったじゃないか。この高さ、2発までは覚悟か。そしてジェイクが落とし穴の上から顔を覗かせる。無様じゃないか剣。次の瞬間、穴の中に教団を打ち込む。僕ちゃんの勝ちだね、もらった。しかしその初段を剣がかわす。なめるな、この中でかわしきれるかよ。その銃弾が左目の上を激しくえぐった。それでもなお剣は凄まじいスピードで左右に飛び回る。その時ジェイクが集中力を上げた。このジェイクの動体視力と当て感をなめるんじゃないよ。そしてその一発がついに剣の脇腹を捉えた。ジェイクっていうやつは昔から飛び抜けた要領が良かった。ジェイク、あのミッションもう終わらせたらしいな。ああ、それよりウリュウ君、これ見てよ。このダイナマイト、導火線つくけど爆発しないんだ。これで相手をビビらせて隙をつくんだよ。俺たちから見ても天才だった。今回もその要領の良さで3日かけて掘ったんだぜ、この落とし穴。さああの世へゴーン。剣を窮地に追い詰めた。だが剣は凄まじい左右の動きで、集中力を上げろ、もう少しだ。ギリギリのところで直撃をかわす。ジェイクの目が、時間の無駄だ、ちょこばかしてんじゃねえ。剣の平面の動きに慣れた。その時だった。さあ突然盾の動きだ。奴は凄まじいスピードで壁を蹴り這い上がってきたんだ。ジェイクも瞬時に反応する。あべえ。その銃弾は剣のこめかみをかすった。立体的な動きで狙いがブレたな。しかし剣はそれをものともせずに上がってくる。捕まえたぞジェイク。そして銃を構えるジェイクの足首を掴んだ。せっかくだ、お前が作った穴の中で勝負を決めよう。しかも奴はジェイクを穴の中に引きずり込みやがったんだ。そして落とし穴の中で2人が三度向き合う。さあ長かったがフィナーレだ。落とし穴作戦よかったよジェイク。俺も腹が減ってきた、決着といこうか。2人とも近距離用のナイフを選択した。しびれるほどピンチだね。でもうまくやりきってみせるよ僕ちゃんは。次の瞬間、ジェイクがナイフを突く。先手必勝だよ、風穴開けとけ。どうした、工夫がないじゃないか。しかしそれを剣は完璧なタイミングでかわした。そしてすぐにカウンターの一撃が返される。もうお前のナイフは見切った。その刃はジェイクの脇腹を大きく削った。切り合いはもう通用しねえな、こうなら仕方ねえ。そしてナイフ戦を避けるためにある覚悟を決めた。それと同時に剣が突きを仕掛ける。お別れの時間だジェイク、さあ行け。だがジェイクはなんとそれを左腕を犠牲にして受け止めたのだ。てめえはナイフ離しとけ。ジェイクは身を挺して奴にナイフを手放させたのだ。しかし次の瞬間、腕に刺しっぱなしは危ないぞ。剣が腕に突き刺さったナイフを蹴り上げる。それによって腕がいかれた。ジェイクの左腕は大きく裂けてしまった。さらに痛みで止まった一瞬の隙を突かれる。お前もナイフ離せば。ジェイクの右手からナイフを蹴り飛ばした。両者ともにナイフを失った状況。失血死までカウントダウンだが殴り合うかジェイク。殴り合い全然いいよ。白兵戦だと分が悪い。出し抜かねえと。ジェイクはもう左手が使い物にならない。すると剣が右のボディフックを繰り出す。もうその左腕じゃガードもできない。その一撃でジェイクは自らの肋骨が折れる音を聞いた。だが同時にジェイクも一矢報いていた。また暗記か。小賢しいが大きな問題ではない。一方でジェイクのダメージは大きかった。やるじゃねえか。度重なる攻撃で体は悲鳴を上げていた。だがジェイクの心は折れていない。大丈夫だ、僕ちゃんならうまくやれる。方法は必ずあるはずだ、探せ。そう、これまでどんな苦境もうまく切り抜けてきたんだ。ジェイク、よく頑張った。もう楽になっていい。そう言って剣は一瞬で距離を詰める。だがその瞬間、こいつは凶悪だぜ。ジェイクがベルトを一気に引き抜く。こいつは鉄の鞭なんだよ。そして奴の顔面を打ち抜いたんだ。素晴らしいよジェイク。まさかまだ引き出しがあったなんて。奴は直前で額で受けた。激しく切り裂くも意識を飛ばすには至らない。そして剣が繰り出したのは、目が見えるから悪いことをするんだろう。2本指の抜き手。ジェイクは唯一動く右手でガードしようとする。しかしそれは間に合わなかった。剣の指がジェイクの左眼球を貫いてしまった。ジェイクの左側の視界が完全に消える。大丈夫だ、まだうまくやれる。だがジェイクの右目の光は死んでいなかった。そしてジェイクが選んだのは、ほらよ剣、一緒に死のうぜ。あのダイナマイト。こいつがひるんだと同時にあのナイフを拾って刺し殺す。一発逆転だ。しかし剣は、目に希望があるじゃないかジェイク、死ぬ気なんてない、このダイナマイト。当たり前のようにそれを掴んだ。次の瞬間蹴り抜かれたのは、フェイクだな。はあさっきへし折られた肋骨の箇所。折れた肋骨が内臓に突き刺さる。あれ、俺今回もうまくやれるんだよな。ジェイクは激しく吐血した。内臓に重大な損傷だな。もう助からんか。剣はそう言って落ちていたナイフをゆっくりと拾い上げる。さあ来いよ、俺は天才ジェイク、いつだってうまくやれる。引き出しは無限なんだ。へえ、この状況でどんな引き出しがあるの？教えてよ。引き出しがもう何もない。ジェイクの顔が絶望に染まる。そう、ジェイクはすでに万策尽きていたんだ。もうジェイクは動く力もなかった。ジェイク、意外と楽しかった。さあお別れだ。その斬撃は完膚なきまでにジェイクの胸を深く切り裂いた。その時ジェイクの脳裏によみがえったのは、モーリー藩で過ごしたガキの頃。お前たちは優秀だ、将来はいいアサシンになれる。なれるのジェイクだけじゃねえの。明日もまた楽しみだな。ジェイクは遊ぶように訓練するからな。両親を失ったジェイクにとって唯一の思い出だ。命が尽きる直前、混濁したジェイクの意識はあの頃に戻っていた。モーリーのおじさん、ウリュウ君、みんな、とても眠いんだ。起きたら、また遊ぼうね。そしてジェイクの命の炎が消えた。剣が薄ら笑いを浮かべ、その場を去る。ジェイク、少し楽しめた。やはり毛利藩はいい。シリュウ、お前は俺を困らせてくれるのかい？俺たちはこの悪魔によってかけがえのない友を失ってしまった。本日の動画は以上です。ヒューマンバグ大学では闇をテーマに様々な物語を展開していきます。他の動画もぜひ。